ちゃまでございます。みんちゃまやっていきましょうということで、いつもとはね違うみんちゃまです。あ、まずは、たくさんの高評価ありがとうございます。前回の金曜日のね、動画になんで、これでガチャ引けるということで、2269、今日のクラブセレクション1回とノーマルガチャ1回が引けます。本当にいつもありがとう。皆さんの高評価の分だけドルルバーン2343ってことで、ガチャが引けてチームが強くなる、みんなで作るジャマンチェスターユナイテッド。よし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 、マジボーナス、マジボーナス。なぜこんな感じになってるのか、気合が入ってるんですよ。今日はね、最強センターバックと最強センターフォワードが来てます。あのクリスティアーノ・ロナウドがめちゃめちゃ強なってきてます。歴代最強に強化されてます。そして今作最強のセンターバックと言われるクリバリ、もうアイコニックとか FP とかね、まあ強化されまくった選手がもういっぱい出てきても、それでも強化されてないノーマルクリバリでさえ通用してた、その選手がまあ今までもね何回か強化されて出てきてはいたんですけども、最強になって出てきてます。どっちを取るか迷う邪魔でございます。マジでこの動画もう有無を言わせず今高評価してください。邪魔の乳首だと思って高評価押してください。お願いします。明日はいっぱい引けたい。やっぱり男ジャマ、最強ロナウドとゴイオスの共演を見たいですね。選手の細かい能力の比較などは別で動画出してるんで見てください、まあ、そんなに比較してないけどね、どうせみんな最強だろう言ってるだけですけど、いきます、一発勝負。クリローラの乳首は何色でしょう。頼む、マジで頼む、本当にクリローラ、イタリアだイタリアだ。来た、え、違うわ、スパイクが違う、誰、十何番だったね、あ、13番、ダニーロかダニちゃん来た、ダニちゃん、こら、ダニちゃん、もう一発勝負きちいな。アイコニックガチャ引くか、あと1回ね、うん、アイコニックガチャが下ったら500円で1回引けるから行こう。ルンメ逃げ、ルンメ逃げ、ルンメ逃げ、お願いします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 。チェイ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 、でもフランス黒玉、シルバー、こらってことで、何色か、ラファエルか、まあ、正直センターバックはね、うちのチームやってないんです。あ、センターバックじゃない、サイドバックはね、うちのチームやってないんで、まあ、ちょっと能力見ていますけども、どうになんだろうね。ただ、こういう最強と言われる選手じゃない人を使って、買ってこそジャマみたいなとこ言われてますんで、まあでね、今日今週のコストはね一番410ですね、410なので、ちょっと待ってね、410、これで408ですね。でよでよ、ファビアン・ルイスじゃなくてダニーロ、まずダニーロのね能力を見てみんかいと。ダニーロの能力を見てみて、カーブ85、スピード86、キック力89、スタミナ88。まあまあ微妙ですね。バックスピンローピンポイントクロス、インターセプト。まあバリオスでええんちゃうかとね。バリオスの方が守備は特化してるんで、難しいとこですが、難しいさですが、まあここは出していきますか。あ、中盤だったらワンチャン、いやないでしょう。フレッチとかの方がいいよね、これはね。まあ中盤でもないかなと。スピードぐらいか。スピードもフレッチと一緒ぐらいだもんね。ダニーロでいきますかね。使いましょう、せっかくなんでね。使いこなしてこそ。ただ、ダニーロがこれでね、使いこなして試合に勝てたとて、まあ、スタメンに残るかわかりませんけども、せっかくうちのチームに来てくれたんで、活躍させていきましょうということで、コメントいきます。いつもコメントありがとうございます。サポーターの声、チェン・ジョングク、ゲーム上弱い選手を使って強くしてほしいなということで、チャンスがあればやっていきます。頑張るヤンバルさん、結局課金ってこと、そう。無課金っていうのを、最初の頃はね、無課金でやってたんで煽ってたんですけど、あれは、試合に勝つまで無課金っていうことだったんで、まあ、そこをちょっと勘違いされてる方がいますんで、もう何度でも説明させていただきます。今は有課金です。そして、サポーターの声、洋次郎、野良月さん、引き分けは残念でしたが、久々にゴールシーンで声出して、ウォーって吠えました。チャマ君の戦う姿勢すごい感じました。ナイスゲームでしたってことでありがとうございます。本当にね、この、点取った時に吠えちゃったとか、思わず声出ちゃったみたいなコメント、めちゃくちゃ嬉しい。そんないいプレイを見せれたんだなっていう感じで、今日も見せていきますよ。いきます、ちょい格上。よし、ちょい格上。頻度、なんとか坊主。あ、でも3連してるな。
ただ俺は4連することができる男なので波に乗ったら強いよ。なんで先週先々週からあんな勝ってたんだろう。このマックス4連勝、この人はマックス8連倍強いな。絶対負けねえよ。ゴイオス死んでるやん、マジか。ゴイオス死んだで、ミリトン死んでる、ミレンコ死んでる、まあ、クルトワは死ぬな。マジかこれ、どうしよう。インシーニェにして、あ、インシーニェ、インシーニェここで、ペレグリーニここ、マジかマジか。いやでも行くぞ俺は、絶対勝つからな。相手は、ロナウド、メッシ、デルビー、デルビーやばいと思う、デルビーやばいと思うな。あそこちょっと待て、ちょっと待て、ここ ST でしょ確か、オレツか、あ、ラモス。ただサイドバックの重要性をこの人は知らないね。ただ別にあそこゴリれる選手いないけど、勝利を見せます。1分間の瞑想に入りますんで、集中力を上げるためにカットして先見といてください。いきました、よし、いきましょう、いきましょう。勝つ勝つ勝つ、回収、集中集中集中、上だろ上だろ上だろ、ほらほら、中行かせねえぞ、うれうれ、あ、取ってそれ、逆サイ、来た、あ、来た、奥ないよ奥ないよ、まえ、まだあるまだある、これ、あ、バレてるか、いやーグッディー決められないか。まあ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 、ファーストシュート、オッケーオッケー、危ない危ない、うわ、ゼフゼフチョミリトントラップでか、ちょっとちょっと、あ、ちょっとちょっと、取れる取れる取れる、あ、取れるさ、こういう人ビルドアップちょっと不安定、不安定なとこあるんじゃない。あ、グッディ空いてる、頼む、次こそ、はい、よっしゃー、ナイスナイスナイス、オッケー、いいぞ、流れいいぞ流れいいぞ流れいいぞ、掴んでる掴んでる、出よ出よ、どうしようかって話よ、どうしようかって話よ、出よ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 、あ、怖い、万力、ナイス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 、クルタナイス、出るね、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、カモン、決めんでる、取れる、無理、怖いなこれ、マニキ、あぶねえ、ほー、外れた、抜けててほしいが、抜けて、そこまでは抜けないと、おおお、頑張ってる頑張ってる頑張ってる、ちょっとこれはサイド使ってあるで、ピンポイントクロス、いい、おお、ダニーロ、いいね、ただちょっとあそこコースがないというか、ニア切られたらきついとこあるけど、よし、グッティ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 、惜しい、ここでしょここでしょここでしょ、あー、オッケー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 、いいいいね、今の守備めっちゃいいわ、遅らせてる遅らせてる、いい、そういう守備をお前たちもできるようになったんだな、うん、相手もちょっと日和気味というか、丁寧だねでもね、この1点を、パニキ、よっしゃー、あぶねえ、てかデルピやべえ、このトップ下とか ST のね、クライフとかがね、今まで天敵だったんですよ、中盤が守備が良くないから、うちはグエンドゥジしかいないからさ、頼む、怖い、プチ、ナイス、お前大好き、可愛いポニーテール親父来た、あー、ここね、オッケーオッケーオッケー、でここ追わなくていい、ここ追わなくていい、ここ追わなくていい、陣形整えましょう、
中途半端な、これ上でしょ、上でしょ、ナイス。ちょっと待て、あー、オッケーオッケーオッケー、カウンターある、カウンターある、体張れ、体張れ、いいねいいねいいね、よし、フレッシュ、あーあー来た、よっしゃー、オッケー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 、ナイス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 、いいぞいいぞいいぞ、2-0 ね、2-0 2-0 ここ大事、ここ大事、マジでここ大事、ここ耐えよう、ナイス、ファールか。ちょっとね、中盤今まで結構手数がね多かったっていうか、横に横に逃げてくれてたんでよかったんですけど、ちょっと強引に縦入れようとしてきてるんで、そうなったらきつい、クエンドゥージを抜かされた時にきついっていうね、クエンドゥージの裏で攻撃を展開する、この距離はしょうがないよね、ちっちゃいあそこ、インシーニかな、壁も選ばしてほしいな、まあまあいいよいいよいいよ、これもう前半回しちゃってもいいかもね、こうやってね、前のめりになったら攻めるよって、それいいかもね、これ今いけいけって感じだった、あ、ちょ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 、はい、でもね、いけいけって感じでしょ、1点取ってね、セルジオ・ラモス、いけいけって感じだろうから、ここで耐えろ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 、ナイス、足出して、オッケーオッケーオッケー、またまたミレンコビッチが上がっちゃってるわ、やめてー、あー、ボールいかんか、ごめん、すいません、荒いわそれは、2連続荒い、やばい、どうしてくると思う、あー、オッケーオッケー、キャッチね、キャッチね、ナイス、ここからの監督カウンターぶち切れたら神なんだけどね、無理だ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでそこガンソル変わんの、ね、なんでそこガンソル変わんの、うるさいぞ携帯のくせに、追いつかれちゃったわ、これきついな、こっちのこっちがきつい、ここ取れたら神、ここ取れたら神、あよしよしよし、事故だけどいい、事故だけどいい、ナイス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 、よしよし、とりあえず前半これで終わりたい、前半これで終わりたい、頼む頼む頼む、なな、ないいぞ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 、こう行かなくて行かなくて行かなくていい、ペレグリーニももう戻ってくれ、ナイスナイス、まだ時間あるわ、ちょっと早かったね、繋ごうと思ったら繋げたけど、それよりクリアでって思ったけど時間がね、よっしゃー、ナイスナイスナイス、ミレンコここのシューキャンを結構してくるんだ、あそこね、カクトカって入れてて、でそのままシュートコース行くみたいなワンチャンゲーをしてくるから、それをそれをまあなんとかしのがなきゃいけない、日光このままでいいよね、マンマークとかもあんまり、結局ねマンマークとかしても変にさ空いたりとかするのが嫌なんだよね、そこをケアできない、相手の攻め方によって全然毎回違う陣形になっちゃうから、いいね、あ、ちょ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 、あ、取れる、一回下げちゃう、あと引っ張り出してナイス、でここが空いてる、ここ出しちゃおう、インシーニア来た、頼む、ちょっとね、今相手のディフェンスに当たって若干こうおおみたいな勢いに乗っていかなかったね、インシーニアが、まあ、しょうがない、それでも決めちゃうインシーニアが好きだな俺は、そうなってほしいな、プティ行くか、でもペレグリもでかいよね、あるんじゃない、
あー無理か。オッケー、何を拾って。ナイス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 キープナイス。あ、ナイス、グジ触れる、無理か。あ、よないよないよ。オッケー、落ち着け、よし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 、ナイスボールの持ち方、剥がした、ここダニーロ。あー、フレッジお前そこ空いてたじゃんねー、何のために一回下げたと思ってんのよ。これ怖いな、これ怖えな、パスくんな、あ、やばい、ちょっと危ねー、変なところにクロス入ってたね、クロスやクリアか、よし、上げるよ上げるよ上げるよ、オッケー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 、あ、やばい、ダニーロ、デルピエロ、ナイスナイス神、ちょっと待て、あー止めちゃったね、あーやばい、これ退場じゃない、2枚目じゃないかな、あ違うか、デルピエロが削られたのが2回目か、すいません、ほんとちょっとね、いっちゃいましたね、あでもまだ1枚目なんだ、ケビン・ラザーニャでしょ、ちょっとね、本気でやるのはいいけど、ラフプレーは減らしていきたい。で、これで、ラザーニャか、フレディ、ラザーニャでいいよ。ラザーニャ。ラザーニャこっちでいいのかな、まあ、よくわからんけど、でも、まあ、グティが右がいいから、と、一回これで合わせてみよう。初めてじゃないかな、ラザーニャとグティは、のコンビ。そうだね、あそこのぶち抜けマジで1点取らして、ちょっとね、まだ全然この相手に対して1点差はね、ボンバーだから、これどうするか、メッシ逆、メッシが抜ける、あグチー、あっこい、ナイス、オブネー、いいね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 、あ、いい、ペレグリ止まっちゃった。オッケー、オッケー、ナイス。寄せてたよ。さあ、ビルドアップが難しくなってくる時間ですよ。さあ、行け。あ、いいね。いい、いい。頼む、ラザ。しょうがない。しょうがないね。ラザ。ラザ左利き。ラザは左利き。オッケー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 。出せ出せ。あ、これまずい。これまずいよ。ねえ、なんでだ、誰誰誰。なんでそんなラインを崩すようなことするの、あんたは。イレンコかな。いや大丈夫、俺にはラザがついてる、俺にはラザがついてる、危ない、いやそれファール、ほぼファールでしょそれ、あのさ、ちょっと透かしたやつがファールにならないのずるいよね。よし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 、あと2枚、プッティはいい動きしてたな、でもね、グッティ下げてみたいな、ペレグーリ、グッティどっちが守備力ありますか、あペレグーリは守備力結構あるね、プッティも変えられないな、ここか、フレディ、プッティこっちで、こうのこう、いや怪しいな、やっぱやめよう、フレディはチャン・ウェンタを、うん、体力のないダニーロよりはまだマシだろう、そうだね、オッケー、ゴヨステフ中はね、なかなか奇跡を起こしてくれるような気もするけど、とりあえずここ耐えよう、ここ攻撃式1個開けますもん、勝ちに行きます、
勝ちに行きますよ。チャンメンタオ、あ、ちょっとずれてるね。ナイスナイスナイス。これ勝てるかな、インシニエ。厳しいね。出せ出せ、ナイスナイス。ロレンソ・インシニア、チャンスとブレイク。きたお前マジか、どんだけでかいシュート打ってんだよ。いや、マニキをちょっと押されてコンカやめたのが良くなかったかな。コンカだったか。まあ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 、オッケー、あ、オッケーオッケー、あ、ナイス、いけ、うわー、ナイスナイスナイス、あー78分ね、78分、OK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 。 バティ潰せ潰せ、チャンウェンター、お前のちょっと、あぜ、外、外行かしたいね、OKOKOK。 誰か、あー落ち着け、落ち着け、冷静に。OK。 あー届かないんだそれ。おおおお、事故ってる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 。オッケー、あ、いいね、このパスが通れば。きた、あー惜しい、潰せ潰せ。打つ、あー危ねえ、あと1枚あるよね、交代しよっかね、え、1点取りに行くか、誰誰入れるよ、でもフレディ入れる、バンバン抜けさす、ラザーニャ、フレディ、まあそれもありだと思うね。もう裏抜け狙う、一発を、スルーパスの一発を狙う、それもありかも。やばくないそれ。ラザニア、あ、取れ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 る取れる、はーね、ねって言ったのに。まだあるまだあるまだある。ケンドゥーシロレンソ・インシニア、ある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 、ないんだないんだ。オッケー、いやー、マジで勝てねえな、おい、デルフィの3点目はマジでないわ、あれは。ちょっとケア、ちょっとね、意識がボンバーだったね。よかったね、でもね、前半よかったんだけどね。 2-0 からまくられるのは雑魚だわ。精進します、ちょっと実力が足りない。いや、3点目はでもやだな、あれマンマークかな、なんでなんだろう、ずっと1人だけ勝手についていってたんだよね。フレッチも神だった、フレッチ神、マジでこのシュート、まあ、これはしょうがない、うん、俺ファールした俺が悪い、ファールした俺が悪い、これはしょうがない、これも捉える方悪いね。まあ、止めてほしいとこあるけどね、クルトワもまあ調子悪いし、しょうがないか。デルピエロの根幹が臭いっていうのもあるけどね。いい動きすんだよな、ここインシーニア、こういうとこね、事故って、ナイス、体勢もねちゃんと変えてよかった。これか、あ、違う、これじゃないね、インシーニアが決めてくれたね、くれなかったやつあったよね、これは横パスからのか。あー、これもまあ決めてほしいっちゃ決めてほしいね。うーん、だから決定力だね。
ファンダイクか、これほら一人だけ、それあかんわ。ねえ、ライン乱すだけ乱してパス出たらマーク外すのはファンダイク、それはまずいよ。でこれか、これか、いやこれ完璧だった、左足だからね、根下でよかったんだろうね、これは俺の判断ミスだね。でもうん、だって結果的にマニキンしなかったもんね、この人ね。割とな、そうそうそう、マニキンがあんま必要のない、てかマニキンしてもダメっていう3点ばっか取ってたから、この人がマニキンをするかどうかがちょっとね、なんか微妙だったんだよね。あの1対1、まあもう1対1になるっていうのが分かってからの動きがね、あれだった。でもレート上がったってことで、なぜか、この人にあの勝ち越しました、レートで勝ちました、やったってことで。試合に勝たしてよ。いやーちょっとね、まあ、ゴイオスがいないとっていうところもあるね。なんかゴイオスがいないときにどうするっていうのを考えとかなきゃいけない。なんかゴイオスはポジショニングがいいからね、当てたときにね、相手がねうわってきて、そのずれるのよね、最終ラインが。それがいいのよ、それを、それ一択だったのよ今まで、それができてないゴイオス、ギャイン精進します。ダニーロ悪くもなかったけど、わざわざ使うあれもないかなとも思ってます。パー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、パー。